スハウテン諸島の一部、ヌンホルル島ヌンホルル島は、インドネシア北東部、西ニューギニアのパブア州、スハウテン諸島に属する島の一つ。第二次世界大戦中、日本軍と連合軍の間で起きた戦闘の舞台となり、両軍にとって主要な航空基地でもあった、ニューギニア島の広大なチェンデラはシ湾北側に位置する、おおむね楕円形で、 面積は335平方キロメートル。南東の沿岸部のうち何箇所かを除き、ほとんどを珊瑚礁に囲まれている。南東の沿岸部には低く急な崖も見られる。内陸部のほとんどは森林からなる。パプア州ビアックヌンホール県の管轄である。2010年の統計では、5地区に9336人の人口を抱える。ヨーロッパ人による島の目撃例としては、 1528年6月24日、スペイン人探検家、アルバロデ・サーベドラが、ティドレから、ヌエバ・エスパーニャへ帰ろうとする途中で目にしたのが初で、ある。もう一例、1545年に、スペインの探検家、イニゴ・ウルティス・デ・レテスが、ガレオン戦、サンフアン号から目撃している。これもヌエバ・エスパーニャへの帰還を試みている、最中であった。 第二次世界大戦中の1943年12月、ヌンホル島は日本に占領された。当時の先住民人口は約5000人で、ほとんどが沿岸部の村々で自給自足の生活を営んでいた。島には、その他にも日本軍に連れて来られた約1100人の労働者たちが駐留していた。台湾人の占領地労働者部隊600人とインドネシアの民間から、 強制徴用された労働者たち500人だった。彼らは日本軍によってヌンホルウェ連行されてきた4000人以上もの労働者の生き残りであった。日本軍は島内の3カ所に飛行場を建設し重要な航空基地として整備した。アメリカ軍とオーストラリア軍の航空機による島への爆撃は1944年4月には始まっていた。 連合軍は1944年7月2日から島に上陸を開始した。島はほぼ隙間のない環状の珊瑚礁に囲まれていたが、岸への到達の際、部隊にはほぼ支障はなかったと新聞では報じられた。部隊ははじめ、島の北西端のカミリ飛行場付近に上陸した。日本軍はカミリ周辺の広範囲に守備の用意をしていたが、 飛行場では戦闘はほとんど起きなかった。アメリカ海軍の公式記録によれば、飛行場周辺で遭遇した日本軍は爆撃の影響で無力化されており、戦意は全くそがれていた。翌日、島内の他の地域で予想される日本軍の抵抗への対策として、第503パラシュート不評連隊2000人が島へ降り立った。米軍によって2つ目に接収された基地。 ヤブルロ飛行場は1944年7月4日に制圧された。7月5日には日本軍による反撃があったが、これは失敗に終わった。同日、ヌンホルから派遣されたアメリカ軍部隊が近隣の小島であるマニム島を確保した。7月6日、ナムベル飛行場は抵抗もなく連合軍に制圧された。7月7日には全島の制圧が宣言された。 しかし、日本軍の兵士確保によるゲリラ戦は、8月31日に、すべての戦闘が終結するまで続いた。連合軍は8月31日までに、死者行方不明者66人、負傷者343人を数えた。日本側の被害は死亡者、約1714人、捕虜186人であった。アメリカ陸軍の公式記録によると、もともと3、 零零零人いた日本軍の民間労働者は8月31日時点ではわずか403人しか生き残っていなかったという。連合軍によって10から15人ほどが誤って殺害されたとされている。残りは侵攻が始まる以前に虐待によりすでに死亡していた。約300人の台湾人労働者部隊は侵攻以前に死亡していた。残りは日本軍により 強制的に連合軍との戦闘に参加させられたという。投降した550人以上のうち、半数以上が、上と熱帯病に苦しんでいた。連合軍の戦闘行動により、最大で20人が殺害された。アメリカ陸軍史の研究家によると、飢えた日本人と台湾人により、部分的に食された形跡のある日本人、台湾人及び、 連合軍兵士の遺体が発見されたという。航空基地は日本占領下にあったバリクパパンの石油生成施設への爆撃に5回にわたって使用された。この施設は日本の生成石油製品の最大35%を供給していた。バリクパパンはアメリカ第13空軍及び第5空軍の b 十四リベレーター爆撃機の後続可能距離ギリギリに 一致していた。一度目の爆撃は1944年9月30日、トーマス・セバーン・マス・グレーブ・ジュニア大佐の式で行われ、二度目はその三日後に行われた。最初の二回の爆撃には戦闘機の護衛がなかったため、甚大な被害を出した。十月に行われた、さらに三回の爆撃には、新たに加わったサンサポールとモロタイ島の基地から、飛来した。 P-38 ライトニング戦闘機及び P-47 サンダーボルト戦闘機が護衛に随伴した。ありがとうございます。